はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15、また数ヶ月ぶりに起動しました。今月6月下旬に DLC 第2弾エピソードプロンプトが配信されると同時に、ほぼ同時に、また本編の方にアップデートが来て、レガリアがオフロード仕様になるというタイプ D というカスタムができるようになるというまあアップデートなんだけど、早速改造頼んでみるか。ねえ王子、すっごい改造思いついたんだよ。レガリア預けてくれないかな。絶対後悔させないから。こっからレガリアをねタイプ D に改造できるようになりました。オフロード走行機能を備えたレガリアタイプ D であれば、道路から外れて様々な場所を走行することができます。まあこれで舗装された道路を抜けてそこら中を走れるようになるということでいいんだろうけど、走れちゃうよ。この子と一緒に新しい旅を楽しんでおいで。合わねえ合わねえタイヤだけオフロードしよう。もう車高高い。これジャンプしないとさ乗れないんじゃね。よし、ジャンプもできるの？車がジャンプできるの？拠点など一部地域ではドライブアシストが起動します。またガス欠時に自力で運ぶことができないので、ガソリンの残量には注意してください。ガソリンなんてめったに切れたことないけどな。マニュアルドライブ。いろんなとこ行ってみようよ。すげえ便利になったよな。便利どころじゃないけどな。便利さで言ったら空飛ぶようになった時もなかなか便利だったけど。あ、おお、うん、ちょっと待って、カメラが近いんだけど。あ、おお、ジャンプする。ちょっと待ってよ。おお、ちょっと。あ、おお、おお、シドニーさすがすぎる。あ、まさかこう来るとはな。ここまで便利な車はないかもな。すげえ、レガリア何でもできんな。事故ったけど、おお走れる道路外を。あ、これエンカウントもするの？これもしかして引けちゃうの？凍結だ。ちょっとドリフトとかないから。おお引ける。はい、なるほど。オフロードとはいえすげえ揺れるだろうな。ちょっとこっちにもちょっと大きめのモンスターいるからぶつかってみよう。ちょっとでかすぎるな。ちょっとでかすぎるな。やめとこうやめとこう。ちょっとこのままダスカ地方の方まで行ってみるか。このねオフロードのねレガリアの存在が確認されたのがね、いつだっけな、去年だかのそのファイナルファンタジー15を NVIDIA のあのグラフィックボード GTX1080Ti で動作させたよっていう公式の動画があって、そっからその車が弾んでそこら中走ってる映像があったので、まあその頃からオフロード仕様のレガリアを作るという計画があったんだろうけど、まあもちろん GTX1080 なので、もちろんパソコンで動作させてる映像だったり、あとなんだろう、4番よりもさらに草の量が増えたり炎がきれいになったり猫の毛がふさふさになったり、そんな映像だったんだけど、ということは多分 PC 版のファイナルファンタジー15もそのうち発売するんじゃないかと。発売したらちょっとやってみたいな PC 版。
アイダスカ地方ね。でも調子に乗って道路どんどん外れて、バンバンショートカットできちゃうな。すっげおおおおおおっと、ゲロゲロ入っちゃうわ。よく見たらガソリンの下に耐久度があるから、あんまりモンスターとかにぶつかりすぎたりしたらダメになっちゃう。そしてこれももしかして登れちゃう、ジャンプして。これお、レガリアが大きくジャンプしました。ああ、なんかそんなスタントジャンプスコアみたいなのがあったりすんの。ちょっと待って、これ上登りたいな。どどどど、頑張れ頑張れ頑張れレガリア。お登る登る登る。おっしゃ、登ったね、登った。こんなところも走れちゃう。これ目いっぱいさ、上行けばさ、かなり大ジャンプいけるんじゃね。おお、何してんだこの男たち。ああ危ねえ危ねえ、ジャンプ。着地した瞬間体がさ潰れる。56m。車ってジャンプすんの？するんだな。今ね、ファイナルファンタジー12の BGM を流してるんだけど、7月に FF12 のリマスター版が出るし、12やったことないから買おうかちょっと迷ってんだけど、どうしようかな。あー危ねえ、9999。これここも突っ込めちゃう。おお、はい。あ、水はダメなの。水はダメか。レスタルム行ってみるか。レスタルム、あと街の中も入れたりするのかな、車で。おお、登れちゃう。このレガリアタイプ D の一つ前に来てたアップデートで、これからのファイナルファンタジー15にどんなのストーリーだとか追加要素が欲しいかっていうアンケートが来てて、何があったっけな。例えばアーデンの過去についてもうちょっと掘り下げますよっていう追加ストーリーだとか、あとはパーティーにアラネアさんを入れてあげますとか、イリスを入れてあげますとか、あとはなんだろう、イフリートについての話だとか、まあそのうちのどれか一つをお選びくださいってあったんだけど、全部欲しくなっちゃうね、そんなの見ちゃったら。とりあえず僕はアーデンのに一票入れたけど、うん、もしかしてだけどさ、あ、あ、ダメか。こっちからじゃ入れねえぞ。これ奈落の底まで落ちたらどうなる。あ、危ない危ない。俺やべえな。
や死ぬが。おいおい、こっちからじゃ入れねえぞ。あ、大ジャンプはいけるところで狙わないとダメか。エピソードプロンプトの楽曲が追加されてる。これオフロードで車突っ込める？あ、無理だ、曲がれない。あ、でジャンプもできない。さすがに街で暴れることできないか。大ジャンプを狙いたいってなってもね、こうしてみると意外とこの世界あんまりデコボコしたところがないというか。今回マジでレガリアタイプ D を走行させる以外他に何もやることがないけど、車引いて何笑ってんだよ。さてそこら中運転してる間に夜になっちゃったけど、一つ気になったことが、以前のレガリアだったら夜の、まあ、夜道を走行してて突然まあ道路上にモンスターが現れて車止められる、そして戦闘になるっていうことがあったんだけど、オフロードはどこでも走れるからどうなるのかちょっと気になったんだけど。じゃあ行くぜ。無茶はしすぎるなよ。飛び乗ってるし。暗いな。モンスター出んのかな。こっち行ってみよう。こっちにでかいモンスターが一匹いたはずなんだけど、ほらウィーク。これちょっとたまにね、ブレーキっていうかバックが効かないんだよね。おお、え、待てよ、ここでさ車、おお降りて戦闘もできるのか。車そんなとこあって大丈夫。ブーストソード、もうね、脅威ダンジョンカスカスになるまでやったんだし、こんなモンスターはもう。あれ、ウルフマイラーってウルフマイターがこんなに近接効かなかったっけ。なんか増えてね。俺さっさと倒さないと増えてくんだっけ。待てよ、これ車置く場所さ、戦闘エリアに置いちゃったらさ車乗り直せねえんじゃねえ、倒さないと。乗れんのかな。
あ、乗れる。ちょっと乗ろう。戦闘離脱。ほうほうほう、これまで走って戦闘離脱してたけど、そっか、じゃあもしもこれから最初から遊ぶよっていう人がいたら、言うなればもうフィールドを走ったり歩いたりしなくていいわけだから、めちゃくちゃ楽だな。これ登りたい。あー、やだやだ。これ確か登れたよな、登れたよな。こっち行って、おい、こっち登って登って、カメラが、カメラが、あー落ちた。バックジャンプもできるんだな。あー、ちょっと待って、回転しすぎ。わあ、登るの難しいこれ。よし、登ったでしょ。あとこの日本のこの橋のどっちかだけど、左側行きたいな、行きたいんだけど、はまるはまるはまる。よしと、よし、おお、登った。あー、危ない危ない。どっかジャンプしたいな。ここスピードがそんなに出ないから飛距離はあんまり稼げないな。シルベで休もう。車ってジャンプすんの？あ、やべ、ああ詰まった。いける、おしよしよし。そっか、シルベの近くに車止めちゃうこともできるわけか。せっかくだし上に乗っけちゃおう。はい、乗っけちゃった。あれ、ケツがいてえわ。うん、歩き方忘れるな。乗っけたのに、やっと着いた。まず晩飯を食べないとな。ん？こんなのあったっけ？新しく見つけたレシピだっけ？新しく見つけたやつかも。ピザ。つうわけで、じゃあ今回はレガリアタイプ T を運転するだけだったけど、こんなところにしますか。もうゲームクリアしてる人には、あ、この写真いいじゃん。でしょ、俺も好き。あんまりこの車に活躍してもらうということはないんだけど、暗い暗い。戦闘画面、なんか見覚えのあるのがいる。車が弾んだりしてるところの映像がないな。よし、それじゃあ今回はこんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。